おはようございます。チロチロです。新型コロナ、東京では感染者の数が3日連続で過去最多を更新しています。経済活動を止めることができないのは分かりますが、ロックダウンまではいかなくとも夜の街だけでも閉める措置を取らないと手遅れになり、言っているうちに4桁の感染者数が出てから後手後手で対応していくことは目に見えている感があります。今国会を開かないのなら国会議員はいらないと思う今日この頃です。さて、本日も愛車ミニを洗車していきますが、しばらく洗車せずに置いていました。洗車サンプルとしてはいい感じで汚れていますね。まず現状を見ていきます。梅雨が明けてきましたが、梅雨明けから一気に高温注意報が出るほど日々暑い日々が続いています。本当に暑いですね。今日は朝から30度超えのピーカン天気の中、これから洗車していきますが、それにしても綺麗な斑点模様となっていますね。汚れ方が見事です。青空駐車ですと洗車してもすぐに汚れるのは本当に宿命ですね。どうしようもないです。今日のように30度超えするような中で洗車される際は、熱中症等には十分に注意してくださいね。こまめに水分補給を行ってください。普通このように斑点模様となってしっかり汚れていますと、シャンプー洗車で洗車したいところだと思いますし、これじゃあ洗車に時間がかかりそうと思いがちですが、シリコン洗車なら水洗車のみでちゃちゃっと洗車でき、仕上がりも鏡面状態になってきます。現状の汚れ具合確認できたところで、ちゃちゃっとシリコン洗車のルーティーンである水洗車を行っていきますね。最近は本当にコメントが多く来ており、なかなかすぐに返信できていませんが、なるべく返信いたしますので、返信が来ていない方はしばしお待ちください。私のチャンネルでは長年シリコン洗車を継続してきた経験をもとに、シリコン洗車関係の動画を主にアップしていますので、よろしくお願いいたします。まずボディに触れる前に噴霧器ミストを散布し、ボディの上に乗っている汚れ、砂やホコリにミストをなじませています。なじませると言いますか、汚れをふやかす感じですね。なじませたら先にショップタオルでボンネット半分水洗車していきます。本日はルーティーンの水洗車のみで愛車を仕上げていきますが、コメントでショップタオルとハケに関するお問い合わせも多く来ていますので、ショップタオルとハケ両方使って水洗車していきます。結論から言っていきますと、あまり違いはないですが、コストの問題が大きく違ってくるかなと思いますね。今見てもらいましたが、ショップタオルにはあまり汚れは吸着していませんね。やっぱりこの最初に行うミストでの散布が重要となってきます。ハケとショップタオルに関してはどちらを選択されても私は良いと思っていますね。本日のテーマはサムネイルの通りですが、即席シリコンコートについてと、ボディ色によるシリコンの落とし穴について話しながらやっていきますので、本日もよろしくお願いいたします。まず即席シリコンコートについて話していきますが、多く来るコメントを見ていますと、シリコンを簡易コーティング剤と勘違いされている方が多いように感じています。以前にこちらの動画でなんちゃってシリコンコートをお届けしてきましたが、このなんちゃってシリコンコートをシリコン洗車だと思っている方が多いようです。なんちゃってシリコンコートを今日は即席シリコン洗車と呼んでいますが、この即席シリコンでは洗車後シリコンを塗ってすぐに拭き取り仕上げていますが、これでははっきり言って市販の簡易コーティング剤やワックスをされる方が本当にいいですね。断然いいです。即席シリコンはしばらくはシリコンの魅力の一つであるツヤ感や高い撥水性能を得ることはできますが、効果はすぐになくなります。また即席シリコンの場合は塗装面に傷やディポジットのダメージが多くありますと、ムラが多く発生し、そのムラをマイクロファイバーなどで
擦って取ってやると洗車傷の原因にもなりますね。基本中の基本ですが、摩擦を少なくすることが洗車には必須ですが、マイクロファイバーなどでムラ消し行為は基本から逆行しますね。つまり即席ですと一時的な光沢感や撥水性を得ることはできますが、そもそもシリコン被膜が形成できていませんので、すぐにその効果は薄まり、シリコン洗車の特徴である汚れにくいボディにはなりません。ちゃちゃっと右半分ショップタオルのみで水洗車しましたが、この違いですね。やっぱりショップタオルでも綺麗にできます。続いて左側はこちらですね。こちらをハケ洗車やっていきます。一般的に市販されている簡易コーティング剤でもそうですが、被膜を作るため、もしくはコーティング剤を硬化させるために1日寝かしたりしていますね。その目的は被膜を形成するためです。シリコンオイルはこちらの動画でも説明しましたが、非粘着性があるオイルです。シリコンオイルには非粘着性があるため、なかなかボディの上に乗ってくれません。非粘着性とは簡単に言いますと、物と物がくっつきにくい性質を言っていますが、そのためシリコン散布を繰り返し、シリコンを育てていく過程がシリコン洗車には必要となってきます。まあ簡単に言いますと、1回や2回では非粘着性がありますので、シリコンは乗らないということですね。右側と同様に触れる前にミストを散布し、汚れにアプローチしています。次はこちらをハケ洗車していきますね。市販のコーティング剤では施工後効果がすぐに出てきますが、シリコンは実際効果が出てくるまでに 2,3 ヶ月必要となってきます。施工を繰り返し効果が出てくるのが 2,3 ヶ月後なんていう商品はあまりありませんよね。普通ありません。この点がシリコンは検証しづらくって、どこかうさんくさいと言われているところですね。即席シリコンそれ自体を否定するつもりはないですが、最近は私がシリコン洗車を始めた当初より多く情報があふれています。私がシリコン洗車を始めた当初は情報が乏しく、本当に継続するだけで大丈夫なのかなと不安でしたが、ここ最近逆にたくさん情報があるので、どれが本当なのか、何を信じたらよいのかって思っておられる方も多いようです。ネットにより情報過多となっている今は、受け手の視聴者の方が何を選択するのかが問題だと思っています。今日は即席シリコンコートについて話したかった理由は、この後のボディ色によるシリコンの落とし穴にもつながってくるからです。以前にこちらの動画でお伝えしたことがありますが、こちらの動画内で言っていることに陥っている方が多くいているように感じたからです。以前に0円担当でシルバー車に初めてシリコンを入れましたが、シリコン散布後拭き取りもしていないのにムラが全く発生しませんでした。その時に初めてボディ色によるシリコンの落とし穴があるっていうことを経験から知りましたね。ゼロ円担当は見てもらうと分かりますが、10年以上放置されていたボロボロの状態でした。ボディに傷も多くあって苔も生えていましたが、徹底洗車し、ある程度綺麗になってきた段階で初めてシリコンを入れてみましたが、見事なくらいムラがなく仕上げることができましたが、長時間ベタ付けしたせいで一発でシリコンが安定したと勘違いするほどでしたが、その後経過観察していくと撥水せず、ツヤはすぐに失われました。今日お伝えしたいシリコンの落とし穴は、ボディ色白やシルバー色の方や薄めの色の方がシリコン洗車を始められますと、多分この落とし穴に陥ると思います。シリコン洗車はムラになると言われていますが、シリコン洗車を実際始めてみるとムラにならなかった、簡単に
シリコンが安定したと勘違いしてしまいますと、数ヶ月後その失敗はブーメランのようになって帰ってきます。ボディ色が白やシルバーなら本当にムラは分かりません。私の場合は拭き取りもいらないほどでした。その状態でシリコンが安定したと勘違いしていると、当然シリコン被膜は形成できていませんので、数ヶ月後ディポジットがついたり洗車傷が目立ってきたりという症状が出てくるかと思います。白やシルバー車などはそもそも傷や様々な汚れが目立ちにくい特徴がありますので、注意が必要となってきます。即席シリコンでムラが出ないのではなくって見えていないだけです。まして求人性が高いマイクロファイバーなどを使っているなら、シリコンを取りすぎている結果となり、シリコンが乗っていないのでムラも発生しない結果となりますし、全く意味がないということにもなってきます。おそらく即席シリコンコートでムラが発生しないという方は、ボディ色が白もしくはシルバーって方だと思います。黒の方でムラが出ないという方がいたら一度コメントください。一応シリコン洗車を主にアップしているものとしては注意喚起は必要かなと思い話しましたが、実際経験し勘違いしたことがありましたので、皆さん注意してください。ただ私は、洗車は各個人が今の洗車に満足されているならそれでいいと思っています。即席シリコンを否定するつもりはないですが、地道にシリコン洗車を継続されている方と同じように語られてもそもそも違いますので、混乱を招く結果となると思います。誰かの洗車を否定したり批判しても、これこそ意味ないですよね。満足されているなら何をされてもいいと思います。私はシリコン洗車をはじめディポジット問題が解消されて、青空駐車の環境にとってもシリコンは適しているため、シリコン洗車を動画として提供しているだけです。私が始めたものではありませんし、パイオニアでもありません。シリコンは青空駐車には最高ですし、シリコン洗車を楽しんでいます。楽しんで洗車できるシリコンをただ紹介しているだけです。今の世の中、 YouTube でもそうですが、ニーズがなければそのチャンネルは成長せず自然に淘汰されていくものです。シリコン洗車を楽しんでされている方に少しでも何かしらの情報を提供できたら良いなと思いながら日々動画を作成しています。今となっては多くの方がシリコンを取り上げていますが、それだけ注目されている方が多いっていうことだと思います。結局のところどの情報発信者を信じるかだと思いますね。少し話が脱線しましたが、シリコン被膜が形成できていてシリコン安定期に入ったということは見た目では分かりづらいものです。シリコン安定の指標としましては、一番わかりやすいものが経過観察ですね。1ヶ月、2ヶ月と水洗車のみで綺麗を保つことができてくると、ほぼ安定期に入ってきたと言えると思います。ちなみに昔実験しましたが、水洗車のみで私は3ヶ月綺麗を保つことができました。シリコン洗車はボディ色による落とし穴を理解しつつ、数ヶ月後、数年後に結果となって現れてきます。今日はここまで話してきた内容は、濃厚者の方ならよく理解できるのではないでしょうか。私のミニのように黒のボディでシリコンを育てていくことは初期段階では結構難しいと思っています。難しいと言っている理由は、ムラを気にするかしないかということですね。濃紺車の場合はシリコンのムラはある程度気にしないこともシリコン洗車の場合は必要となってきます。今日はここまで即席シリコンコートについてと、
ボディ色によるシリコンの落とし穴について話してきました。最近は質問やコメントの内容が難しくなってきているため、話す内容も少し難しくなってきていますが、シリコン洗車にはそんなに難しい知識は必要ありません。心配しないでください。シリコン洗車は継続あるのみで難しくはないですね。コツはあまりムラを気にしないことですかね。最初の頃はムラとある程度共存することもシリコン洗車ライフには必要な要素かもしれませんね。ちゃちゃっと洗車できましたので見ていきますね。洗車前は斑点模様だらけで結構汚れていました。水洗車のみでシリコン洗車だと簡単に仕上げることができます。ちょっと洗車後を見ていきますね。完全に鏡面状態になっています。こんな感じとなっていますね。最後までご視聴ありがとうございました。